してるのは誰だ。ねこれやだ。死んでるじゃない。ちょっとね。何よ。ないでしょう。結構3人には刺さるのかな、このトロールという言葉ね。まあ、確かに。これから皆さんにはですね、この FPS 好きの絆を生かしまして簡単なチャレンジに挑戦していただきます。はい。しかしこの中にトロール、つまり荒らし行為しようとしてるやつがいます。わざとマジかこれ4人でね正解合わせるんですけども失敗させようとしてるやつがいるんで、うん、その人に惑わされずに成功させるか、トロールしてる人を見抜けたら勝利とさせていただきます、見破られた場合はバンにちなみましてハリセンでバンさせていただきます。うわいやあの目の前にこうやって用意してございますので、ね、うこうやってやあー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 こんな音声こっちセリーさんあれもうバラエティのやつよってねこうなんかふわふわさしてるんだけども使い古しただの棒なんよね痛そうだよただの紙の棒になってもございますのでめっちゃ痛そうやだこれでまあハリセンでトロール役見破られたらバンされますし、トロール役からもですね見破れなかったらあのトロールじゃない人たちが3人ともバンされますのでなるほどなるほどなるほど、はい、皆さん自信のほどいかがでしょう。いやまあまあまあトロールなんてねしたことないんでまあ私はねまあたとえトロールしてたとしてもそう見えないんじゃないかな。あと人狼得意です。なるほどね。はい人狼得意です私。うん小清水さんももうトロールになるわけにはいかないですもんね。そうですよ、うん、絶対にハリセンの手食らわないですからね。うん小清水さんをしばくことになったらちょっとヒヤヒヤするな。そうよ頑張っていただきたい。頑張りますよ。最初のお題はこちら定番のおにぎりの具はというはいはいはいまあまあはいはいはいこれあれよね、うん、みんな揃ったみたいなんで、うん、一斉にオープン。僕鮭です。小清水さんがツナマヨです。はいほんでまあシーチキン、まあ、ツナマヨと一緒ですね。シーチキンなんで、うんうんうん、待ってこれトロールいなくね。いなくないですか。いやいないよ誰もトロールなんてしてないな、まあ、でも奈良香さん梅なんだ。おにぎりといえば梅じゃないですか。まあまあ言わんとしないことわかるけどさ梅と鮭だから私ツナマヨどっちか逆にやってんじゃねえかなって思うんだけど。ツナマヨってついてまずいやいやだってツナマヨが通るってジャニーさん考えてだってさ、うん、全国のツナマヨファンに行かれるぞ。運動会に持ってくるおにぎり鮭梅じゃない。確かにご家庭によるだろ。ご家庭によるだろ。それ鮭フレーク入ってるのがやっぱり印象にあんのよ。でやっぱ梅もね、うん塩分だから必要じゃない、ね、あ確かにこの夏はねえこれツナマヨトロールじゃない。は小清水さんどう。ツナマヨしか食べたことないですよそれはどうなんて感じだけどそれはどうなんだけど小清水さんはそうなんだ。ツナマヨしか食べたことない。でもさツナマヨじゃなくてシーチキンだよ。あそれは別に関係ないってシーチキンガスガレだわ。俺理系だからシーチキンって書いてあるんだよ。シーチキンはまあまあ小清水さんと似てるっちゃ似てんのか。まあ一緒、うん、俺的にはツナマヨもシーチキンも結構一緒。あれマヨはつけてないのかな。ついてないシーチキンだから。これじゃね。ものによるだろう。でもそうだな。でもこれさ、理系だからね。最終的に投票してもらって一人に決めるんで、これ誰か各々決めてくださいね。僕からいきます。はい、僕は、はい、ローレンさん。おーいこの村終わったわ。この村マジで終わったわ。ツナマヨ好きからしたらやっぱマヨつけないのちょっとおかしいなーって。シーチキンマヨに入ってるから。本当だからこれ。ちょっと待って終わった。ローレンさんかな。いやーこれローレンさんだろ。えこれで俺なんほんま終わったやん。じゃあ奈良香さんは全然ローレンしかないね。バカ村バカ村最後に乗っかったのガチャやしいけどねこの違うって言うんだったら誰なの、はいはい、俺的には奈良香か小清水さんで。えなんで、なんで逆に言ったらじゃあシーチキンって書いてほしかった。あーシーチキン好きとしてはそうなんだ。梅とか食うタイプじゃないべ奈良香。梅しか食わないんだ。梅しか食わないんだ。お前女心分かってない。ツナマヨしか食ったことないんですよ、小清水さん。そうですよ。そんなことあるか。あ、俺だって美味しいじゃないですか。自信高いからさ、ツナマヨは。小清水さんで、俺ツナマヨしか食わないとかありえない。じゃあ僕が誰でしょうかとお聞きしたら、トロールの方は名乗り出てください。ほんまに終わったよ。トロールは誰でしょうか。もうバカやんな、マジか。バカやもうなんでさ。ツナマヨって書いてよ。シリーちゃん、自分から聞いたら勝てると思った。いや、探偵的にはやっぱりローレンさん怪しかったんだけど、シーチキン慣れてねえもん。人狼よ、人狼。ツナマヨって書いてたらな。おにぎりエアプロやったら、シーチキンは。まあ、梅トロールかってか。いや、でも、いや、梅は誰も書かないだろうなって思って、ギリギリのラインだよね。苦手な人も多いし。違うすぎるよ、ライン。苦手な人多いじゃん。早速ですけど、ハリセンいきますか。これ、私が？そう、奈良香さんが全員芝居ていいの？3人とも芝居て。やったわ。やったの？相当なんか
保ってたんだね、ストレス。大丈夫これ。じゃあ、お好きなところからお願いします。あ、優しい。痛い。だいぶ優しい。結構硬いぞ。え、優しい。あ、もうやっぱいい人だ。いい人、いい人。いるよ。うん。バラエティ行って、マジでふざけんな、マジで行って。ローレンさんだけめちゃくちゃ落としたな、今。行った。バラエティやん。すごい落としたけど。やっぱね、投票されたしね。秋のバラエティ始まってるわ。行ってな。